昨年2022年は日本を取り巻く安全保障環境の悪化がまざまざと実感された年であり、北朝鮮による各種のミサイルの発射、ウクライナへの侵攻を続けるロシア、台湾への軍事侵攻を匂わす中国など枚挙に暇がないよね。そうした時局を反映して今年2023年度からの防衛予算はこれまでの最高額を更新し、およそ6兆8219億円まで積み増され、またその中身についても改定され閣議決定された安保関連3文書をもとに装備の導入が進められる状況にあるぜ。日本の周辺には警戒すべき国が多いもんね。自分たちの国は自分たちで守る、アメリカに頼りすぎないという考えは大事だと思うよ。その通りだな。そうした2023年度の防衛予算の中でも注目を集めているものの一つが、2020年6月に急遽導入が中止された、ミサイル防衛システムであるイージス・アショアの代替策であり、それを艦艇に搭載するという施策だぜ。そうだね。さて今回は、日本が2023年度予算から大幅な防衛費の増額に安保関連3文書の改定と、閣議決定を経て着手したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イージス・アショアは北は秋田県、南は山口県の陸上自衛隊の所有地に配備を行うことで、日本列島全体をカバーする弾道ミサイル防衛システムを実現することができるとして、非常に有効な対空防御能力の向上が打ち出されたものだったんだ。しかしイージス・アショアの配備に向けた準備が進む中で、そのミサイル本体のブースター部分の落下地点の制御がそのままでは困難な事実が発覚。その制御のためのシステムの改修に関わる時間コストの点から導入の中止が決定されたんだよね。そのため、その後の検討でイージス・アショア用に調達予定であった SPY-7 レーダーとその本体発射機等をそのまま流用し、新造する2隻の艦艇に搭載するという大案が確定され、一般的にはイージスシステム搭載艦と呼ばれ広く知られる存在となっているぜ。2022年の夏時期まではこのイージスシステム搭載艦の規模が、排水量で2万トン超級の大型艦となり、イージス・アショアで使用される予定であった迎撃ミサイルに加え、新たに対艦対地攻撃用の兵装も装備するとの説が浮上したよ。この超大型のイージスシステム搭載艦の案は、数多くの実用的ではなく現実味に乏しいとの批判にもさらされることとなり、その後は現有するイージス護衛艦に準じると修正されたため、満載排水量で1万トンクラスに落ち着いたんだ。そして迎えた2023年の防衛予算においては、イージスシステム搭載艦にまつわる費用として約2208億円が投じられることが示され、それは2隻のイージスシステム搭載艦への CEC 共同抗戦能力関連や機関部の取得に充てられるというよ。ただしイージスシステム搭載艦の使用は現時点においては他のイージス護衛艦に準じるという以外、他に基準となる数値はまだ示されていないため、その機関部についてもどのような形式のものを想定しているのかはよくわからないな。ちなみに海上自衛隊で最新鋭のイージス護衛艦といえばマヤ型であり、それは基準排水量が 8.200トン、満載排水量が 10.250トン、全長が 170.0 メートル、最大幅が 21.0 メートル、深さが 12.0 メートルという規模感だぜ。そしてマヤ型護衛艦の機関部には COGLAG 方式が採用されており、これは複数のガスタービンエンジンと発電機を組み合わせたもので、低速時には専用のガスタービンエンジンでモーターを駆動、高速時には別のガスタービンエンジンも使用する形式だね。マヤ型護衛艦には各2機のガスタービンエンジンと発電機が搭載されており、満載排水量で1万トンを超す大柄な艦隊を最高速度で30ノットに達する高速航行を可能としており、燃費と速力の両立を図っているんだ。しかし弾道ミサイル防衛を主眼とするイージスシステム搭載艦の場合、マヤ型護衛艦ほどの高速性能は不要であると考えられるため、そこまで高度でコスト的にも高価な COGLAG 方式が採用される可能性は低いのではないかと思われるよ。ただし機関部の取得費用が2023年度の予算に盛り込まれたということは、
すでに大まかなサイズや仕様は固められていることを意味していると思われるので、また近日中には具体的なそれらの数値が報じられることになるのだろうな。さて、マヤ型護衛艦は海上自衛隊の艦艇としては初めて CEC 共同航戦能力を与えられたことでも知られているけど、この仕組みが今回のイージスシステム搭載艦にも搭載される予定であることにも一部からは注目が集まっているみたい。CEC について教えて。CEC 共同航戦能力とはアメリカ海軍によって具現化されている戦闘の概念であり、各種の火器の射撃管制に必要な敵目標の情報を共軍内部で即時共有し、その全体で敵目標の排除を行う能力を持たせるという考えだね。すでにあった戦術上のデータリンクをさらに推し進めた先にあるものが CEC 共同航戦能力であり、これは友軍内の高度な探知能力を保有するイージス艦や、航空機の複数からもたらされる情報を即時に共有するものとなっているよ。これにより個別のイージス艦や航空機では把握できない敵目標についても対処することが可能となり、護艦では水平戦闘によって探知できない位置へも搭載する兵装を使用しての攻撃が可能となることを目的としているな。2022年11月にアメリカのハワイの周辺海域において、マヤ型護衛艦の1番艦マヤは時間がレーダー等から入手した情報を、この CEC 共同航戦能力を使用して2番艦のワグロに伝えることに見事成功しているよ。こうした CEC 共同航戦能力を用いての敵目標への攻撃は、EOR エンゲージオブリモートと呼称されているもので、先の例ではマヤが迎撃ミサイルである SM-3 ブロカ2の発射を初めて行ったことも特筆されるんだ。この時にマヤから発射された SM-3 ブロカ2は見事に目標の迎撃に成功し、またはグロも他ミサイルを発射、命中を成功させており、イージ護衛艦8隻体制による日本の上空のミサイル防衛が強化されたことを内外に示したね。それでもこれらイージス護衛艦だけではなくイージスシステム搭載艦が新規に建造される理由は、他の用途にも使用可能な汎用性を持つ前者を、ミサイル防衛という非常に限定された用途にのみ従事させることを回避させたいためなんだ。元々のイージス・アショアの構想ではこれが陸上に設置される形式のシステムであることから、2箇所に配備するだけで365日24時間体制で、日本列島全域のミサイル防衛が可能になるというのが導入の最大の理由だったぜ。これが艦艇でその機能を代替しようとする場合、どうしても艦自体の整備やメンテナンスが必要となるため、2隻で同じような体制を構築することは困難であり、それを踏まえた場合としての隻数が必須となってくるな。実は今回の2023年度からの防衛費の増額によって、イージスシステム搭載艦を2隻新造するだけでなく、イージス護衛艦もさらに2隻増として10隻体制に増強することが盛り込まれており、全体の増強が期待されているよ。さらに言えば日本のミサイル防衛システムといえば北朝鮮のミサイルに備えた装備であるとの認識が強いと感じられるが、イージスシステム搭載艦やイージス護衛艦ともに今後はより対中国を念頭に置いた展開が込められているのだろうね。イージスシステム搭載艦は当初に想定されたイージス・アショアの代替という目的の他に、昨今では12式地対艦誘導弾の能力向上型の艦発型などの対艦対地兵装の追加も示唆されており、イージス護衛艦を超える VLS 垂直発射艦の装備も検討されている模様だよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。